はい皆さんこんにちはとなんかいつも以上にテンションが上がっておりますがそれはなぜか今まで作ってきた GPT 図の中で一二を争うようよな gpt ができましたそれは今サムネイルも読んでいただいてると思うんですけれどもいわゆるミュージックビデオのスライドショーそれは凝ったすっごい動画を作っている方もおられますけれども 大方はですね、シーンが変わっていくスライドショー、そうだと思うんですよね。そのスライドショーを GPT 図で作ってしまおう、そういうようなものです。ここでは、もうその画面が立ち上がっていますけれども、ミュージックビデオの制作案を手伝ってください、というスターターと、そして、この GPT 図の使い方を教えて というのもあります。この GPT 図の使い方を教えてということを言えばこのソフトの使い方が分かりますまあそれはですねこれから使い方を見ていただくわけですからそこの部分は省略をさせていただきますなんかテンション上がってます、えー、それでですね左側のボタンミュージックビデオの制作案を手伝ってくださいこちらの方を押していきますでもちょっと待ってください 先に実験でですね、ほぼ僕の思う100%ができていますので、あと5つぐらいの機能強化をして GPT ストアができたら、これを強化して公開しようと思っているネタがあるんですけれども、今から見るこのスライドショーヘルパーは無料公開を予定しております。ですから楽しみにしながら見てください。 今回ですね、もうじき作らないといけない音楽があります。それはいつも僕が動画でですね、NHK のお母さんと一緒というのを浅井ピアノ教室さんと作ってるんですけれども、そのネタをもう頂いてます。いわゆるネタというのは歌詞とか、そして先生が弾いたピアノ伴奏ですね。これは頂い,いてまして、その歌詞からちょっとやってみました。 ただしこのソフトは歌詞も考えてくれます。でも今回は歌詞を提供しましたはいミュージックビデオの制作案を手伝ってくださいこのように出ていますそして、えー、回答もちろんミュージックビデオの制作をお手伝いしますということで曲名を教えてくださいイメージを教えてくださいそして画像のイメージも教えてくださいみたいなことが 出てきますそしてここにありますように歌詞は提供してくれますがない場合は歌詞の制作にかかりますということでここで歌詞を作ってくれますでも今回はこのように歌詞の一番の部分を送りましたそしてここ重要です子供曲局ですので画風は子供が描いたお絵かき風クレパス画でというふうに指定しました これで画像の書き方ですね。例えば写真風に出してほしいとか、アニメスタイルにしてほしいとか、そういうのを選択していただくことができます。そしてもう詩は決まっていますので、ここからもう1枚目をこのように書いてくれました。最初のセクションから始めましょう。働くのって憧れる武器。この部分を一行取ってきてですね、そして作った画像がこれです。 そうしましたら、次に移りますということで、下にはですね、ご意見や修正があったら言ってください。このように書いていますが、僕は next と押しました。次は、またいいところまでで切ってくれます。朝はパジャマを脱いでまとめて、テレビでお天気をしっかりチェック武器という歌詞です。まあ、ひらがなちょっと読みにくいですよね。でも、それに合わせて画像を作ります。 ということで、このような感じにしてくれました。雰囲気出てますよね。めっちゃいいと思いませんかそして、その次です。また、ネクストとしました。まあ、ここで修正があればやってくれたらいいんですが、次は、買い物を忘れず書いておく、メモ途中から、どうさんの絵だけど、というね、 あのメモしたつもりがゾウさんの絵だからということでこのようにメモを書いてこういうふうにしてますまあもしねこういう字がちょっとおかしいなと思ったらグラフィックで直してください悲しいかな今は日本語の文字というのには強くなくってこんな文字化けしたような絵になりますまあ最初にですね画像の中に文字は含めないでください このように言っておくのも一つのヒントですね。まあ次に行きます。ブギウギウキウキ,ウキ仕事は次々。ブギウギ好き好き隅々フキフキというようななんかここらはもう歌詞の意味があるというよりキャッチーなコピーでやってるというような歌詞ですよね。まあ元気に楽しくね書いてくれました。もうこんなにイラスト集いらないですよね。僕は今までですね こういうのでイラスト集を使ったり、まあ一個一個ですね、AI に頼んでですね、最近はしてたんですけれども、もう曲のイメージ全部を把握してますから、めちゃくちゃストーリー性がありますよね。そして1日の終わりの様子というのがあります。ここは夜はため息つきながら、明日も頑張ろう。だからまあそういうね、 ちょっとたため息ついたちょっと寂しいなというような雰囲気がよく出ていますこれが一番ラストですね歌詞というのはこれが噂の噂の働き者武器イエーイというような歌詞です最後フィニッシュとしてはですねとってもいい感じに収めてくれてると思いませんかこのようにしましてこれで歌詞はもう終わりましたその次にこのソフトは何をするか と言いましたら全てのセクションに合わせた画像制作が完了しました次に歌詞・全体を表示しそれとひらがな表記でも表示しますということでひらがな表記というのはボーカロイドとかシンセサイダー V とかそういうのを使うときにどうしても日本語歌詞というのはひらがなが欲しいですよねだからそういう風にしていますただしこれ初めからひらがなですよねだからこういう風に 同じものが出ています。はい。もうちょっと修正改良はします。歌詞が完全ひらがなの場合は、ひらがな歌詞は出さなくていいよというふうに指示を変えようかなというふうに思っています。ここからです。最後にですね、ZIP のダウンロードがあります。ですから、これ見てください。手のマークになっていますよね。リンクができています。ちょっと押してみましょう。 解説のためにまだ僕も見ていませんでした。このようにここでダウンロードをしたいと思います。はい。ダウンロードがすぐ完成しましたので、ここでフォルダーを開きたいと思います。これがファイルエクスプローラーの画面です。ファイル名としては、働き者アンダーバーブギーアンダーバーイメージズジップという風になっていますので、これを回答します。 はい。回答ができました。いいですね。これ順番に作ってくれています。もう少し大きくしましょう。このようにスライドショーを作るための画像ができたわけです。さあ、皆さんにも出来上がったものだけじゃなくってやってみましょう。今度は他の歌詞にしますね。はい。これは先月作った同じく NHK のソングです。ちょっとスタートしてみましょう。 ここではこのようにナビゲーションをしてくれます。ですから今コピーしてきたテキストをペーストします。こんな感じですね。そしてもう指示も入れます。ちょっとエンターキーを押してしまいました。もう一度やり直しします。この後に僕としては画風を入れようと思ってました。画風は、はい。歌詞に続いて画風は子供向きで ののの日本のイラストタッチの画風でお願いしますこのように書きましたさあどうなるか「人参エンジンロケット」というようなねちょっと面白いタイトルの曲ですはいこのように歌詞をまとめました4つの画像を作ろうと思ってると思うんですけれどもまず一つ目 もう制作にかかろうとしていますが、オッケーを出します。一枚目は、兎が月で餅つきをしているというイメージのものです。これで、ネクスト。はい、よりアップされた餅つきの様子がよくわかるという、そういう絵になっています。 これはウサギの仲間がお餅つきをしていたという、そういう歌詞に対しての絵です。はい、ネクスト。次は食べてみたいな、どんな味がするかな、そんなようなイメージに多分なるはずです。こう考えてますよね。はい、スパイシーかなー、そうか、モッチーかなー、みたいな絵が出てきました。多分次で最後だと思います。この時間って待ち遠しいですよね。これ、シャッ と出てきたら,さらにすすごいんですけれども「一度でもい,い行きたいなお月様、ま、38万キロ」っていうようなこの「38万キロ」って掛け声みたいな歌なんですけれどもまあ地球から月を見ているというどっちが月か地球か分かりませんけれどもこのところにですね38万キロといいう,うに数字が出ていますここでこの画像についての感想をお聞かせください。 問題がなければ歌詞のまとめと画像のダウンロードのステップに行きますということで OK というふうに打ちましょう。 はい。このようにダウンロードリンクを作ってくれていますので、これを開いてみましょう。ファイルノットファウンド。なぜだろうファイルノットファウンド。こんなことが起こったら、はい。もう一度画像リンクを作って、ノットファイルファウンドになっていますよっていうふうに言いました。はい。これはコードインタープリータの機能を使ってますので、はい。こうやってですね、ZIP ファイルを作るプログラムを この時間に開発しててくれていますすごいですね。自分でこんなソフト作れって言ったら皆さんなかなか難しいですよ。今度はできたか見てみましょう。おいけそうだ。ダウンロードができました。保存をします。ダウンロードフォルダーを開けましょう。そしてこれを解凍します。 はい4枚できましたね大きく見ましょうこのようにスライドショーを作るための画像ファイルというのが出来上がったわけですここから先は皆さん動画ソフトペタペタペタと貼ってですねもし曲ができているんであれば曲を載せてですねちょうど入れ替わりのタイミング一節と言ったらいいんでしょうかそれでですねこれを並べてくれたらいいですし 僕はサムネというのができるような GPT 図も開発しています。そちらの方も使えばサムネイルもそしてタイトルも考えてくれてそのタイトルは僕のいろんなノウハウを埋め込んでありますのでいわゆる訴求ワード「新曲できました」とかですねそういう言葉を織り交ぜてタイトルを作ってくれます。 ミュージシャンの人ってね、ここが案外苦手なんで、どうしてもですね、曲名と、そして作詞作曲誰々というふうに書くんですが、皆さんよく考えてください。そんなものをアマチュアのミュージシャンがやったところで誰が見ますかまるという曲とか、まるさんというような d t m の人、そんな名前は一般の視聴者の人にとってはどうでもいいことです。それよりも、 きり楽しい子供ソングができました。子供さんに聞かせてあげてください。こんなようなタイトルであれば、誰が作ってようがですね、とってもいいと思うんですよね。ですから、僕のこの NHK シリーズというのは、おかげさまで多い時は、うんまんぐらいの閲覧になっているものも出てきています。ですから、皆さん、タイトルというのはとっても重要です。 サムネも重要です。僕のスライドショーソフトで動画ができたらですねそしたら次はサムネソフトでですねとってもいいサムネイルを作ってみましょう今日はできたてほやほやの僕がたくさんの g p t 図を作ってる中でも今回のはとっても自慢ができるようなソフトになったと思いますのでぜひとも概要欄で今のフリーバージョンこれをですね よかったら使ってみてくださいそしてプロバージョンにアップデートしたいなと思えばですねとびっきりのタイトルができたりですねタグハッシュタグそんなものができたりとかですね説明文も自動で作るぐらいのそういうようなソフトとして GPT ストアでは販売を予定しております今日はミュージックスライドビデオの提案というのを GPT がしてくれるというお話をさせていただきました。ぜひとも使っていただいて使いにくい点とかがありましたらご意見などコメント欄に残してください。今日はご視聴ありがとうございました。この動画は村長ミュージックスタジオとサブチャンネルの AI 初心者教習所またこの GPT 図について研究勉強したい人 それもできれば副業にしたいと思うような貪欲な人ですね。このチャット GPT というのは、オープン AI やマイクロソフトが皆さんにも活性化していただいて、AI をもっともっと普及しようということでやっているものなんです。ですから皆さんの中にもほとんどの人はまだこの GPT プラスを使えていない人が、 多いわけけですけれどもこれは是非とも月に3例はいりますけれどもこれからの AI のことを考えたらスマホを皆さんが今持ってるのと同じように GPT どこのメーカーのものかは別としましても必ず AI 時代はもう来るのは間違いないわけです。戦争をしてるようなそして毎日爆弾が落ちるような そんなところでもスマホの情報が何よりも大事だというぐらいにネット社会とかはなっていますのでぜひ皆さんも人より先にチャレンジをしてくださいその新しい Facebook グループのことも概要欄に載せておきますので覗いてみてください登録などは不必要ですくれぐれも言いますけど熱心な人だけ覗いてくださいありがとうございました